チャールズ・ミックス軍は、アメリカ合衆国のサウス・ダコタ州にある軍。2000年時点の人口は9350人で、軍庁所在地はレイク・アンディーズ。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積2979平方キロメートルである。このうち2843平方キロメートルが陸地で、136平方キロメートルが川や、 湖などの水地域である。総面積のうちの4.57%が水地域となっている。また、この軍は、方がカリフォルニア州に似ていることで知られている。この軍は、キャステリアという非自治的領域と下記の24の軍区からなる。2000年国勢調査時の軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、チャールズ・ミックス軍には9350人。 3343世帯及び2326家族が暮らしている。人口密度は3平方キロメートルで1平方キロメートルの平均的な密度に3853件の住居が立っている。この軍の人種の構成は白人69.65%、黒人0.13%、先住民ーセント。 アジア系0.10%、太平洋諸島系0.01%、その他の人種0.47%、及び混血1.37%で1.89%の人々がヒスパニック、またはラテン系である。軍の住民の23.9%が、ドイツ系10.2%が、チェコ系10.1%が、オランダ系5.5%が、 ノルウェー系移民の子孫である。チャールズ・ミックス郡に住む3343世帯のうち34.20%は18歳未満の子供と暮らしており、53.10%は夫婦で生活している。11.70%は未婚の女性が接待種であり、30.40%は家族以外の住人と同居している。 28.30%は独居で、全世帯の15.10%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.74人であり、家庭の場合は3.37人である。軍の住民は32.00%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が7.10%、25歳。 以上44歳以下が23.20%、45歳以上64歳以下が20.40%、及び65歳以上が17.30%となっている。平均年齢は36歳である。女性100人に対して男性は96.60に見て、18歳以上の女性100人に対しては男性は94.10にいる。 軍の世帯ごとの平均収入は26,060ベイドルで、家族ごとでは36,088ベイドルである。男性の24,747ベイドルに、対して女性は19,688ベイドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は11,502ベイドルである。総人口の26.90%、 家族の20.80%は貧困線以下である。18歳未満の子供の35.50%、及び65歳以上の21.00%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。